道の尾駅は、長崎県長崎市葉山一丁目と西園木郡、長与町高田里にまたがる、九州旅客鉄道長崎本線の駅である。1945年8月9日の原爆投下時には、浦上駅から当駅まで、臨時の救護列車が運転され、当駅付近で救護活動が行われていた。この駅は、爆心地からの爆風により入り口正面に前のめりに、 なり、柱の土台になる石と、柱、駅務室側の窓などに、当時の影響を受けた歪みが見られる。奥に見えるホームが、交換駅であった名残である。駅舎と短式ホーム一面一線を有する地上駅である。開業から1972年の新線開通までは、当駅の属する長代経由が、長崎駅に至る唯一のルートで優等列車も通過していた。 関係上、列車交換設備を備えた相対式ホーム2面2線であった。新線開通後2番線の線路は撤去されたものの、ホームはそのまま損置されている。駅舎は1925年、あるいはその翌年の1926年に建てられたといわれる木造平屋造りで、長崎市と長与町に南北方向でまたがっている。駅南側の事務所は、長崎市。 北側の町合室は長与町の町域に立地する。1945年の原爆投下により被災した被爆遺構である。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う。業務委託駅でマルスはないが、ポス端末が設置されている。自動券売機も1台設置されている。守護課の利用が可能であるが、カード販売は行わず、チャージのみ取り扱いを行う。駅は、 西遊道のオッテンをはじめとするショッピング施設が、集積する国道206号線から一本裏に入ったところにある。周辺は以前は静かな住宅地であったが、1990年頃からマンション建設が相次いでいる。また長与町高田地区、長崎市道の地区の再開発計画により、区画整理が進んでいる。なお、国道と県道沿いにある、長崎バス。 長崎県営バスのバス停の表記は、道のおとなっている。九州旅客鉄道長崎本線高田駅、道の駅西の浦上駅、ABCDEF 九州720駅1983、P133、AB 長崎近代遺産、P126、ABCDE 宮川2015、P36 交通新聞、P1、AB 宮川2015、 P37 駅物乗車人員上位300駅九州旅客鉄道2020年9月5日閲覧令和元年版長崎市統計年間2020年9月5日閲覧長崎県統計年間2020年9月5日閲覧ありがとうございます